考えることの面白さだったり、想像することの大切さだったり、どんなところにでも想像する種っていうのが潜んでいるっていうことを、まあ、発見してもらうということですね。創造学、佐賀、しころ、私ということでやらせていただきます。どうぞどうぞ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。さあさあ、講道館まもなく開講じゃ。開講じゃ。開講じゃ。本当に今日は興奮しています。佐賀藩のお家芸であった人作り、これが今日講道館2として反抗しようぜという名のもとに復活することができました。きっとみんなのこの皆さんの絵は150年後300年後に必ず残るものになるんだろうと。あの10月9日の日から講道館2というのが始まったんだねってきっと思えるような記念すべき日に今日はなると思います。さあ、21世紀に向かって講道館2、反抗しようぜ。反抗しようぜ。まあ、僕は佐賀県の多久市っていう佐賀の中でもこう山に囲まれた盆地のところで生まれまして、そこで育ちました。基本的にはもう毎日外で遊んでサッカーしたり少年野球やったり、カブトムシを取りに行ったり魚を釣りに行ったり、とにかく家の中にいるよりも外は遊び回っているような子供だったんです。で、絵をね描いてはいたんですけど、特別その絵をなんかこう一生懸命頑張って描いてたっていうよりも、絵っていうのはもともと生まれた時からなんかもう常に当たり前のようにあって、物心ついた時から例えば捕まえてきた虫を細かく鉛筆で観察して描くっていうことが純粋に楽しかったから、まあ描いてたっていうだけだったんです。それに過ぎないっていうか、それがまあずっと大きくなるまで、まあ、ずっとあって、でそうですね、だからその当時からあんまりこう画家になりたいっていうことは思ったことはなかったんです。あまりにも普通すぎて。池田さんって結構この美術手帳のインタビューとかにも佐賀出身だっていうことを結構書かれてるんですよね、うんうん、で佐賀心地っていうサイトでも子どもの頃でおすすめしたいスポットみたいので、うん、これ宅の川ですか？そう、これはね今出川っていう宅にある、まあ自分たちがちっちゃい頃しょっちゅう遊んでた川です。とかもう一個がこれは？これは近くの山、森です。雑木林。なんか虫、全然子供の頃で絵のことも書いてあるんですけど、虫取りと魚取りの話ばっかり書いてあるんですよね。そうなんですよ。でもね、それがやっぱすごく大事で、やっぱ虫を取ったり魚を釣ったりっていう、やっぱもうその覗き込むっていうことが本当に多かったの。そのカブトムシを取るにしても魚を取るにしても、やっぱ虫って隠れるから、隠れた場所を探すにはこうやってやっぱ穴を覗いたり、石の下こうやってこう手で触ってみたりとかさ、あと魚がこう潜んでいるような流れの速いところなのか、それとも緩やかになっているところなのか、それともそこに茂みがこうかぶさっててその中にいるのかとか、やっぱその魚とか虫がどこにいるのか想像して覗いてっていうのはもう習慣だったから、物を見るのの癖が全部そうなっちゃってるんです。今でもだから何でも物を見ててもやっぱりどうしてもこう全体っていうより部分の方にグーっていっちゃうし、常にそのどうなってるのかなってやっぱ想像しながら見てるんですよ、うん、だからそこはもうずっと前からのやっぱりあれだよね、習慣っていうかね、うん、これ宅に生まれなかったら全然作風が違う、東京生まれだったら全然作風違いますよね。全然違うかもしれないですね、うん、すいません話の腰を折りました、はいはい、でもじゃあ飛びましょうか。結構これで多分また時間が結構かかっちゃうので、はい、まあ、だから高校で3年間美術漬けの生活を送ったんです。それでまあ受験ってなった時に芸大を目指そうってなったんですね。で、まあ、当時は東京芸術大学っていうとやっぱり倍率が50倍とかっていうのもあったし、予備校からね、東京の予備校からそういう芸大受験っていうものをこうある意味教えるために予備校の先生が来てたんです。一応その僕も例えばデッサンコンクールっていうのが石膏デッサンコンクールとかね、風景画コンクールとかいろいろあって一番を取ったりしてたんですよ。だから割とやっぱ上手だろうなっていう自信はあったんだけど、
その東京から持ってくる先生たちがザーって並べる合格者の作品とか、このレベルが必要なんですっていうのはもう度肝を抜かれるレベルっていうか、全然違う、本当に神様のレベル見えた。でそんくらいしないと芸大に受かんないって言われたんですよ。で先輩もそこで目指してたし、そこまで言われると自分もこれはやってみたいと思った。もうなんか理由はそんくらいしかない、本当になんかあまりにもすごいものを見せられて、そこまでの高みがあって、それを努力すればできるかもって思うと燃えてきたんです。でそこからその高校3年間、まあ2年生ぐらいからかな、福岡の予備校に行ったりで、夏や冬はもう東京の予備校に自分たちだけでその芸大を目指す美大、東京の美大を目指す数人で合宿みたいな風にして行って、でそこでこう東京の本場の予備校生たちに揉まれて書くわけよ。結局アスリートと一緒で考えてても上手にならないんですよ。かといってやみくもに手を動かしてても上手にならないんですよ。だから考えながら手も動かして、そしてやっぱりこうモチベーションを絶対に受かるっていう、本当にシンプルなモチベーションを保ち続けるっていうのが結構大事で、何をそんなに自分はなんかこうがむしゃらにっていうか、何に突き動かされてたんだろうなって今思うと、やっぱりなんかやっぱ気持ちなんですよ。結局は一途な思い込みっていうか、ひょっとしたら騙されて騙されちゃうんじゃないかというぐらい、なんていうの、その素直なっていうか一本気なっていうかね、もうただただ受かりたいっていう思い込み、理由はそんだけなんです。だけど結果的にやっぱりそれが良かったのかなっていう、うん、だからこう若い時にしかできないある意味宝っていうかさ、なんかそういうやっぱり思い込みがすごく自分を育ててくれたし、もちろんそこをサポートしてもらったみんな周りのね、両親とか先生とか友達とかそういうのもあって、まあそのあるんですけど合格できたんですけど、で、まあ、大学に受かりました。でも大学に受かったら今度は燃え尽き症候群みたいになっちゃって、それだけ芸大に受かる受かる受かるってもう目標だったから、受かっちゃったらポンってなくなっちゃったの、足元を救われたみたいに。結局4年3年間ぐらいはあんまり真面目に学校にも行かずに、一応出席取って作品は作るけど、そこまでやっぱ打ち込んでるっていう感じじゃなかったんですね。でまあ、ずっとデザイン、あ、じゃないや、山岳部とサッカー部に入って山を登ったり旅行に行ったりっていうのは結構多かったんです。で、まあ、その山に登った理由っていうのを一番最初に話したように、やっぱ東京にねずっと長くいたら、やっぱその自然っていうものがすごく恋しくなってきて、心がこう勝手にもう自然の方に自然の方にっていうふうにこう動かされていって、気づいたら山岳部に入り、いろんな山に行って、でそこでいろいろな景色を見るんですね。例えば歩いていくとすごい見たこともないような岩が、こう大きな岩が2つ3つすごい絶妙なバランスで崩れそうになりながら立っていて、そこに松の木が根っこをゴーってこう抱えるようにして、その岩を固定してるっていうか、根っこによって岩のその3つのバランスが支えられているような場面を見たりとか、結構本当にいろんな場面を見て、なんかそういったシーンをねどっかで自分の作品に生かせないかなっていうのは常にずっと思ってたんです。で僕は今まで3年間であんまりやってないでしょ、真面目に。だからどうしようかな、どうしようかな、何を作ろうかな、何を作ろうかな。でも山に行って見てきたいろんなシーンをくっつけて何かの作品は作りたい。でもそれがわからないけど、とりあえずじゃあ書き始めながらなんか発想を膨らませてみるかってことで、最初にこのぐらいの大きさのパネルに、画用紙に自分が登って見てきた山の景色だったり風景だったりをこう線で細かくずっとずっと上からずっと描いていったんですよ。でこうなんとなくこんくらい上のこんくらいができた時に大学の教授に見せたんです。先生こういう感じで今とりあえず描いてますけど、こっからどういう作品にしようかちょっと迷ってるんですって言って、そしたらその先生が、ああじゃあこれ面白いじゃないっつって、じゃあこれをね大きく大きくパネルを継ぎ足し継ぎ足し、下にも横にも継ぎ足していって、これを増殖させてすっごい大きい絵作ってみたらいいじゃんって言われた。で自分の中ではいつもやってるスケッチブックでやってるそんなものが、えそんな作品に、そんなものが作品として成立するんだっていうのを結構びっくりしたんですよ。
でも確かに考えてみたら細かく書くのって面白いし、一番ストレスがない。今までは道具のこととかに、やっぱ道具になれなくって、道具に振り回されて自分がやりたかった世界観とか何かを表現する前にうまくできなかったって言って終わっちゃってたのが、そのペンっていうのはもう元々使っているから何のストレスもないんですよ、そういう意味で。だからもう思ったものをその場その場のアドリブを入れながら、その時その時でこうやって作って、こっちにこのカエルみたいのを描いて、その横にはじゃあ岩山とんがった岩描いてとかっていう風にこうやって増殖して、最終的に2メーターぐらいの大きさの1枚のモノクロの岩斧っていうのを描いたんですよ。でそれで初めて作品を、それこそ芸大4年間でくすぶっていたものが全部そこで出せて、で作品の評価も結構それがすごくよくって、これで面白いっていうので、まあ、あの大学のデザイン賞っていうのをいただいたり、平山郁夫奨学金賞っていうそのものをいただいたり、そしてその4年間の集大成の展覧会で小さな銀座の画商さんに声をかけられて、じゃあそういうふうにあのうちでやりませんかみたいな感じで、あの初めてそこがペン画を使って今の作品ができた最初なんです。ただやっぱりね、どうしてもその作品を細かいものをいっぱい描いて展示したとしても、やっぱりなかなかみんな見に来てくれない、そんなすぐには、うん、なんかこう家族や友達ばっかりがこう来てくれたりとかね。でもやっぱりそこであの一つすごく大きなあの出来事があって、まあ、そんだけ自分がこうやってきた作品を皆さん この日に展覧会やりますっていうためにハガキをみんなに、皆さんにこう関係者の人に送るんですよ。 DM って言ってなんかこうハガキ招待状みたいな、そこでもうそのあるところで展覧会するときにね、ちょっと大きなものを作ろうと思って、結構自分の友達 そのデザイン家の友達の協力を信じてもらって、このぐらいのちょっと大きめのインパクトのある招待状を作って、裏側にはその時の作品を大きくクローズアップしてディテールがすっごいよく見えるようにして、で裏にそのメッセージを書いて作ったんですよ。であの本屋さんにある美術関係者の連絡帳っていう本があったんです。今回熱い今回の本でね、そこにはありとあらゆる日本中のギャラリーとか美術館とか評論家とか大学とか全部 あの住所と電話番号が載ってて、ほぼ全てこれだっていうところに何百、200枚、300枚ぐらい書いて送ったんですよ。でその中の一つが水間アートギャラリーっていう日本の現代アートでもすごいトップのギャラリーがあって、そこには時期ちょっとメッセージもどうしても来てくださいって言って送ったんです。でそれで展覧会中の2週間あったんだけど、最初の1週間はね送ったんだけど、やっぱほとんど人は来なかった、うん、でやっぱりあんだけやってもダメかって思ってた頃に、1週間後にフラッてある人が現れて、ものすごい偉そうな、結構ガタイがでかくてサングラスかけてる、なんだこの人みたいな人が来たわけ。それでドカッてこうソファーに座って、なんかファイル持ってないのって言われた。でファイルって、あ作品ファイルですかって言って、あそうだよって見せてって言われて、こうはいってこう見せて、その時は僕は何者かが分かってないんですよ、その人が。でもなんか偉そうだなこの人って思ってた。そしたらこうやって、何やってんの今って言われて、あの予備校やったり、あの法廷やったりアルバイトしながら生計立ててますって言ったら、もうそういうのやめろ、 今すぐやめろみたいに言われて、絵だけでやった方がいいよって言われて、あはーみたいな感じでこう聞いてたわけで、そしたらギャラリーの人たちがパーってそのギャラリーの人たち来て、あどうもわざわざ来ていただいてありがとうございます水間さんとか言ってるんですよ。で水間って思って、まさかあの水間アートギャラリーの水間って思って、だんだんすごい緊張してきて、でその はいみたいになってきて、そしたらその水間さんがこれは気になってさーってパーって出したやつが、その僕が直筆で書いてた DM だったわけで、その場で君面白いよっつって、なんかもう俺が世界に連れてってやるよみたいな話に なるわけ。今まで漠然って夢見てたような世界がブワッてきて、で次の日からお客さんが何倍にも増えてきたんですよ。であの水間さんに聞いてちょっと来ましたとかね、あの水間さんがなんか池田学展っていうのをやってていいよっていうからちょっと来てみましたって言って、はじめましてこういうものですって、その名刺がそれこそ美術館とか評論家の人とか
ものすごい名刺が集まってきたわけよ。で、ってもうまさに世界が一転したみたいな、そんな感じだったんですよ。でもそれも結局はあの DM を自分で作んないとできなかった、うん、だからそこはやっぱりその運命っていう自分の岐路になっていて、あ、これをっていうところをやっぱりこう選んだっていうところは一つ、うん、そのなんとなくやっぱ待っていてもなかなか道は開けないけど、そういう部分部分でこれっていう時はやっぱり自分で何かこう、 もう本能に従って行動するっていうことは大事だっていうのはそこで学びました。僕の、作品の考え方、作り方っていうのはやっぱり何か小さいものを覗くって言ったでしょ。そして覗いたらそこに何かいるかもしれない、何か隠れているかもしれないとか、これがこうだったらどうだろうっていう、そこの小さい部分から発想が広がっていって、それを絵にするっていう発想の仕方なんです、僕の癖っていうか。で、この草カマキリっていうのは結局どうやって描いたかっていうと、最初に花を描きたいな、葉っぱを描きたいなって思って描き始めた。で、一枚葉っぱを描いて、この顔から描いてたけど、ここら辺の葉っぱをごちゃごちゃごちゃって描いて、ここに枯れたようななんか枯れ葉みたいなのを描いて、花を描いてって、ここら辺を作っていくうちに、ふとなんかそれがカマキリの顔に見えた瞬間があったんですよ。なんとなく自分の中でパッてカマキリの顔がひらめいた。で、その時点で、あ、これカマキリにしようかなと思って、花で草でできたカマキリに今度はしていったんです。だから最初はそのつもりなかったんだけど、小さい部分から発想がバッて生まれてカマキリにした。カマキリ描こうと思ってたわけじゃないんですね。じゃあ全然ないです、はい、それでこれがあの最新作の誕生っていう作品ですけど、まあこれなんか語り始めるとちょっとやっぱ長いので、どうしましょうか時間的にも、はい、うん、どうしましょうか、まあ、基本的には一緒です、はい、その一緒っていうのは何が一緒かっていうと、何かに見える、これもそう、木と花に一見見えるんですよ。だけどよくよくずっと近づいてみると、花は一つとして本物の花っていうのはなくって、全部何か花に見える人工的なものなんです。だからそこで騙されるんですよ、見る人は。花だと思って近づいていったら花じゃない、あれ、なんで花じゃないのっていうところからこう始まるでしょ、考えることが。なんでかな、じゃあなんでこうなって、なんでこうなって、やっぱそこが結構自分の中で想像するっていうことの面白さでもあるし、何かこうイミテーションっていうかね、見せかけなんだけど、なんか何かに見えるけど見せかけっていうのが結構なんだろうな、こう核の部分っていうか想像の核になってる、うん。佐賀城の石ころを拾ってきてください。石っていう、まあ、本当によく身の回りにある誰でも知ってるものじゃない、どこにでもあるし、それを、まあ、一つはじっくりしげしげと眺めてみるでもいいんですよね。やっぱその石ってその中に何千年何万年っていう時間がそこの中にこう凝縮されてたりもするし、形として、形じゃない、道具として使われたりもしてるじゃない。ここだったら石垣に使われたりとかさ、うん、で石器時代とかだったらなんかそういう、武器とかそういうものに使われてたりとかさ。だからただ石って言っちゃうと石だけど、それをじーって見てたら、その石がここに来た経緯、山からゴロゴロ転がってきて丸くちっちゃくなってとかさ、なんかいろいろそういういろんなものがこう隠されてる、その石っていうので何か想像を膨らませて絵を描いてみましょうってことなんですよ。あ、そうなんですね。へえ。他は高校生、中学生。いきなり描く前にちょっと一つ。はい、いつも池田さんがされることをみんなって一緒にやりたいと思います、はい、何ですか。鉛筆を削るっていうことです。普通に字を書くときは、まあ、鉛筆の先だけでいいじゃないですか。芯の先だけでこう書くからいいんだけど、絵ってこう塗ったりこう線で書いたりってこういろんなこう風にして使うんですね、鉛筆を。だから
鉛筆削り の, あの短い芯だと描きづらかったりするんですよ。だから自分で削って芯の長さを調節したりとかするんです。で僕らはもうそれは高校生ぐらいからいつもやっていて、絵を描く前の神経を集中させるっていうふうにも使えるし、やっぱ描きな削りながらこうイメージをこれから描くんだっていう気持ちをまあ整えていくっていう儀式みたいなものもあって、ちょっと今回はそれもやってみたいなって思うんですよ。こういうふうにも描けるし、こういうふうにも描けるでしょ。そしたらほら特徴っていうかあれが違うじゃないですか、鉛筆の線の表情が。でやっぱ塗るときにね、こうやって塗るよりもこうやって塗った方がちょっとこうそれっぽくなるっていうか、表情が出るの。とにかくえっと今日のルールと書くコツっていうことですけれども、僕はですけど手がかりっていうのはこの石を見て、僕が実際にこのぐらいのすごい小さい人間になったらその石ってどういうふうに見えるかなって思いながら書くんですよ。だから人間が小さければこの小さな石ころもものすごく巨大に見えるかもしれないし、でその小さくなったらその石ころの中の例えばひびだったり苔だったり汚れだったりも結構大きなものとして見えるかもしれないしっていうところから、僕は結構自分が小さくなってそれを見るっていうふうに考えます。だから今回そういうふうに見てもらっても全然構わないですし、とにかくね、まず石を観察するってことをしてほしいんですよ。観察と想像、これをベースとした想像を膨らませて書いてほしいなっていうふうに思いますけど、大丈夫かな、これでわかるかな。暗い中でそれよりもさらに暗いものとか、暗いんだけどちょこっと明るいものとか、そういうふうにこの石の黒っていうかグレーの中の色の見え方っていうのをこう比べながら描いていっていいと思うの。観察するってじゃあどういうことかっていうことをちょっとお話ししますと、どうしてもなんか観察をするってこう見るってなるとみんな大体アウトライン、輪郭とか形からすごく入るんですね。でそれは観察の一つとして合ってるんだけど、じゃあ皆さん色はどうですか。色、例えば石をずっと見てると白い部分もあれば濃い部分もあれば茶色っぽい部分もあれば黄土色みたいな部分もあれば、結構色ってやっぱり見えてくるじゃないですか。その時にその白いからって言って白のそのままに残すと、この紙自体が白いのでこれが白なんですよね。だからその上に石がこう置いてあれば石の中では白く見えても実際本当の紙よりはもっと暗かったりするでしょ。だから形ばっかりこう追い始めると、そのなんていうの、観察っていうことで偏ってしまうというか可能性を閉ざしてしまうんですよ。だから形も見るのも形を見るのも観察だし、色っていうものに注目してどんな色があるんだろうってこうやって見て、それをモノクロで描くっていうのもまた観察だし、あとは石って軽いですか重いですか。重いでしょ。だからプラスチックの同じような色をしたスポンジじゃなくて、やっぱ重たいものだから、重いってなんだろうって想像しながらこうやって実際また見てみると、ひょっとしたら違った表情が見えるかもしれないし、その石がただただ目の前にある何か石の形をした何かじゃなくて本当の石だから、だから水にこう落とすと浮くんじゃなくて沈むし、うん、でそのそうした、まあ、匂いはさすがに石にはないかもしれないけど、いろんな五感を通してね観察するって、一つの方向からじゃないんですよ。あとは見るときもテーブルにこう結構みんな置いてこうやって見て書いてるけどさ、こう手に持ってこう見てみたりこうやって見てみたり
いろんな見方って結構まだできると思うの、うん、で特に書いてしまって手が止まってどうしようっていう人なんかはそこら辺で一回ちょっとブレイクしてもう一回自分が選んできたその石どういうもの石を知るっていう、うん、この自分が書こうとしているものからできるだけ情報をいろんなことを感じて見る観察するっていうことをもう少しやってみてもいいのかな、なんかのヒントになるかもしれないかなと思います。こういう一つ一つの粒みたいなものにもちゃんとこう影っていうのがあるから、はい、こうみたいなさ影がこうボコボコってあってそういうものをよく見ながら一つ一つ粒々をこう描いていくだけでもそれはそれなりに時間はかかるけど、はい、でも出来上がったら結構リアルなものって出るのね、うん、だからやっぱそこは感じてボコボコしてるものを描いてるボコボコしてるものを描いてると思えばなんとなく多分ラインもこうはならないから、はい、うん、ちょっとこう有機的な丸いラインとか、はい、こういうところも今までつるっときてて多分これ自分が小さい人間だとしたらさここまで歩いてきてここからいきなりガーンってこう断崖絶壁になって切り立ってるわけでしょ。それをもうちょっとこうなんていうの強調してあげるっていうかタッチもそうだけどつるっとした部分はさっきすごくうまく出てるねって言ったからこうやってこうつるーっとこう書いてるよね割とこうつるーって。でも切り立った部分になるとこれがこう直線的になったりとかすればさ明らかにこうリズムが変わるから、うん、そういうやっぱりこう気持ちだよ気持ちっていうかなんて言うんだろうって言えばいいかな。あまりこの明るさとかに惑わされないで面とつるっとした面切り立った面を鉛筆での線とか方向でどう考えるかっていうことをもう少し考えてもいいんじゃないかなと思うけど、うん、鉛筆の表情っていうか鉛筆の線ってもっと自由でいいと思うのでこう見てると どっちかっていうとやっぱこうこうってストロークとかねせいぜいこう塗るとかそういうのが多いけど点があってもいいしこう波みたいなこういうものがあってもいいし結構やっぱ見て触ってあこういう形だなこういうことを表したいなと思ったらそれに忠実にこうストロークも幅を持たせてもいいんじゃないかなとは思います。やっぱそれが自分の考えたイメージの軌跡だからさ、うん、やっぱ これだけだとね限界があると思う、うん、だからもう少し線っていうもの線っていうかそれ鉛筆のあの表情にフォーカスしてもいいし書いたものを一回練りゴムでトン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 ってやるとそれはそれで面白い表情が出るんですよ、うん、ただ、まあ、全部消すんじゃなくてこうやる部分があったりとか指でこすってみるとかティッシュとかで布でこすってみるとまたふわっと綺麗な表情が出たりもするし結構鉛筆のそのあれで遊びすぎてねあの絵が全然ダメになっちゃうとまずいんだけどそういうちょっとそこら辺の色味とか表情を表現するために工夫してみてもいいかなと思います。もうここには描けないっていうわけじゃなくて絵だからそこは自由に抽出してこういう後ろの部分とかに何か悲しみにつながる部分はないかとかそう自分その荒野みたいなボコボコした部分はないかとか結構そこは自由に捉えてもらっていいんじゃないかなと思うんだよね、はい、うん、普通に置いてあったらこうでしょ 影が落ちて床に置いてあればだけどこれがこうなってたら浮いてる石になるでしょ今これ持ってるからあれだけど浮いてると思ってってこと、うん、それだけでもすごく違うと思うのもうそこに一つの想像が入ってるじゃん。小さいんですけどここにタンポポの綿毛のついた種をかけました、私は正直この石があんまり温かみが感じられないなと思ったのでこの上に落ちてしまったタンポポの種はきっと絶望するだろうと思ったからです。以上です。拾ってきた石に階段っぽいところと建物の土台みたいな平らなところがあったのでまず家を建ててみてで家の裏には木が欲しいなとか
で、あの平らなところからこれ下が水やったら釣りできるなとか考えて作っていって、最終的に水の中にも何かいないと寂しいなと思って、このくぼみみたいなところにいそうやなと思って、なんかオオサンショウウオを描き足してしまいました。自分は、石にあるたくさんの模様をたくさんの自然があるように表現しました。で、特に気に入ってるところが、この石にはたくさんの穴があったので、その穴にミミズを通したりして遊んでました、うん、予想以上にこんなにすごい完成度の高いっていうか、自分の思ったその世界をこう表現できた作品がもう集まったっていうのは本当に先生嬉しいです本当に。石ころってどこにでもあるし、普段見向きもしない些細な存在ですけど、実際こうやって1日かけてその自分が拾ってきた石をずっと見ていると、多分本当にいろんなことを考えると思うし、自分の普段思わなかった想像力が引き出されたりとか、そう考えると世の中に広がってるいろんなものに、全部に自分の可能性って隠れてるかもしれないですよね、うん、だからそこら辺がこの石ころから教えてもらったことって意外とみんななんかあるんじゃないかなっていうのが今回の意義なので、うん、そこら辺がこう感じてもらえて、まあ今からの自分のこの先になんかちょっとでもそういう生きることがあれば、思い出すことがあれば、それで今回は大成功かなと思います。はい、今日一緒に絵を描いたみんなから池田さんに質問がある人、アメリカでやっていこうって、なんかその拠点にしようって思ったきっかけとか、なんかその流れとかがあれば教えてください、うん、はい、まあ、アメリカプラスバンクーバーの、そう、海外っていう括りでいい？その最初はさっき言ったように海外で作品を見せたいっていうずっと思いがあったんですよ。で、実際に水間に移って、本当に例えばイタリアとかドイツとかそういうところ、カナダとかそういうところのグループ展に呼ばれるようになって、学ぶ、あの絵はどうのとか、あの絵良かった絵をどうやって思って描いてんのとか、すっごいいろいろみんな聞いてくるんですよ。だからその時に僕はもう英語は喋れなかったし、やっぱ萎縮して恥ずかしくて、自分のためにみんな来ていて自分の話題をみんなしてるのに本人がほとんど分かってないっていうのがすっごい嫌だったんですよ。で、喋りたいことも喋れないし、なんかこの萎縮しちゃってなんか恥ずかしいっていうところで、このままじゃダメだと思って、で、やっぱり絵がどんどんそうやって海外でみんなの前にこう知られていくに従って、自分もやっぱりもともとは絵を通して人とコミュニケーションを取りたいっていうこともあって描いてるからね、じゃあこれは海外に行くしかないって思って、その文化庁の芸術家海外派遣制度っていうのがあって、そこに応募して、で面接をしたりして、で1年間だけバンクーバーに行ったんですよ。それがもう本当の最初のきっかけで、で実際にそれまではね、やっぱり海外にもちろん住んだこともないし英語も自信なかったし、すごい怖かったんですよ。あまりそのリスクはあっても、なんかパーってこうイメージが、いいイメージっていうよりも悪いイメージの方が多かったんです。でもやっぱりもともとチャレンジするのが好きだしね、で実際にいろんなことを不安とかがあって考えるんだけど、実際もう行っちゃって一歩空港の外に出たら、日本でいろいろ想像してたようなことなんて何も起きなくて、想像もしなかったことが起き始めちゃうんです。だからもう行った瞬間から未来がどん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 動き出すみたいな、そういう感覚がやっぱりすっごく自分の中ではあって、でやっぱり海外に身を置いてると、とにかく日本みたいに言葉も通じないし食べ物も違うし人も違うし空気も違うし水も違うし全部違うんですよ。だからなんとなく毎日って過ぎていかない、毎日毎日すっごい新しいしすごい緊張してるし、本当に挑戦とやっぱり生きてるっていうなんか実感と緊張感プラス達成感みたいなのの繰り返しだから、やっぱ海外で作品を作るっていうのはすごく自分にとってはなんかある意味真剣勝負じゃないけど、
大事なんで、なんか刺激的なんですよね、うん、でやっぱりなんか勝手に日本を背負ってるみたいな感じが思えるじゃん。なんか僕はそうは思ってなくても他の見る人たちは、お、日本人のアーティストだってやっぱり思うから、もう勝手に僕を通して僕がやることなすこと持ってるもの全部、お、日本のって思われちゃうっていうのもやっぱりなんかこう面白いんですよね、うん、まあ、そういうのもあって海外でやるっていうのはすごく世界がこう広がって楽しいなと思います、うん、デッサンに対して苦手意識があって、なんか高校受験の時から今までずっとスランプで、なんか思うようにデッサンが描けないんですよ。でやっぱそれはその日頃鍛えてないから思うようなそのデッサンが描けてなくて、その池田学さんがあの高校の時になんか日頃デッサン力を鍛えるためにしていたことって何かありますか？もうすっごいシンプルで、もう描くだけなんですよ。で僕ね、予備校の先生やってていろいろ教えてて思ったんだけど、結局10枚デッサン描いた人と100枚デッサン描いた人で同じことを僕は投げても 10枚分しかわからないか、100枚描いてたら100枚分理解できるんですよ。結局たくさん描いてるっていうことはそれだけたくさん考えてるし、たくさん見てるから一言言ったことももっといっぱい分かる。だけど初心者の人とかあんまり書いてない人にいくら僕がこう言ってもその中でしか分かんないから、結局デッサンっていうのはスランプはねいっぱいあるんですよ。だけどそれは考えてもスランプはね超えられなくって、なんで書けないんだろうずっと書いていくうちにある日急に、あ、なんか見えたっていう瞬間が絶対ある。でそれはもう一個レベルがちょっと上がったんですよ。でまたそれでもまた次のあれが見えてきて、でまたずっと書いてるうちにまた見えたっていう瞬間があるんですよ。そうやって気づいたら結構もう上手くなってたりするからね、最終的にはもうね書くしかない。でただただ書くんじゃなくって、なんでだろうって考えながら書くっていうのが大事なんですよ。だからさっきのこれとも全く今日の石と一緒でね、同じ方向からただただもうずっとただ闇雲に何十枚も書いてても、それは書いてないよりはちょっとずつ伸びるかもしれないけど、こう裏から見たら、下から見たら、いろんな方向から見たらどうなんだろうって思いながら書くと、もっともっと理解が深まっていくし、言われることもよく吸収できるっていうか、うん、だからもうで苦手意識もそうで、書けば書くだけそれは多分取れてくると思います、うん、だからやるだけですよ本当に、うん、頑張ってください。はい、最後に佐賀の若者へメッセージをいただきたいんですけど、質問の中で佐賀弁を最後まで聞けなかったので、最後に佐賀弁で一言お願いしますって佐賀弁、ね、あるので、ちょっとどうしよう、うん、最後コメントの中に一言だけ、池田さん、佐賀弁ば喋らんばいかんですよ。佐賀弁ばでしょ、はい、ちょっとそわん言われる気難しかですよね迷った時はね、難しか方に行ったらよかったと思うよ、うん、で簡単な方に行ってああよかったということよりも、難しか方に行って失敗したらそれはそれで勉強になるし、できた時の達成感もあるし、女の子ってもう積極的にあんまりこうね落ち着あのグーってこうあんまり目先のこととか、逆に言うと今はもうあえて考えないで、若いんだから、うん、もっと本当に本能でっていうか思ったようにで、ちょっと難しい方に行った方がいくらでもやり直しはまだ効くし、若いから、うん、そういうふうなことを目指してこれからも頑張っていった方がよかかなと思います。じゃあ池田さん、佐賀弁で佐賀の若者たちへのメッセージ、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ皆さん今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。